4枚ドン！デュです！いきなりですか、僕は留学準備イコール英語学習だと思ってたのですが、日本で最高の準備をしたはずだったのに、現地について早々しっかり鬱になりました。ってことで今回は留学前にやらなきゃやばいことトップ3を紹介したいと思います。留学前にやらなきゃやばいこと第3位は日本という国の勉強です。留学に来ると日本のほどいつってむちゃくちゃ聞かれるんですよね。例えば日本の伝統的な文化や歴史、漫画やアニメなどがよく聞かれますね。留学当初、新しくできた友達がソロモン諸島出身だったんですけど、ある日彼が突然、俺の故郷にはな、ソロモンの戦いで使われた日本軍の戦車がまだ残ってるんだぜ、どうもと聞いてきて、一瞬背筋がバキバキに凍ったんですが、留学前にたまたま NHK スペシャルでソロモンの戦いを見ていたのが功を奏して、なんとかその話題で話をすることができました。もしここで僕が何も話せていなかったら、そのソロモン諸島の彼に、てめえの国の小銃のゲーと、今頃グレートバリアリーフに沈められていたことでしょう。留学前は少なくとも自分の行く国と関係のある歴史について学んだ方がいいかもしれません。一方で、うまく利用すれば日本の文化は最強の武器になります。特に日本のアニメが好きな人は世界中に5万といるので、ナルトやワンピースなどのメジャーなアニメについて語れるだけで、すぐに友達ができます。僕の日本人友達は、鬼滅の刃というアニメを心から愛しているのですが、なんか前に言った異文化交流会的なやつで、鬼滅の話をしただけでもう聞く手あまただったそうです。しかし僕の場合、語れるアニメがおじゃる丸しかなく、ナルトやワンピースの話をされるたびに、話についていけなくて精神的に参りました。そこでさすがにヤバいと感じた僕は、最近やっとワンピースを見始めて、今なんかクジラの腹の中にいます。留学前にやらなきゃヤバいこと第2位は、リアルを想像する、です。リアルというのは例えば、空港に着いてからまず何をするのか、現地で実際に使えそうなフレーズ、まず誰に連絡を取るのか、留学1週間目はどう過ごしていくかなどです。リアルを想像することで、現地で起こるどんな問題にも対応できる臨機応変さと、確固たる自信が身につきます。でもなんですかね、なんか留学前って不安とワクワクがもう首都高みたいに渋滞して、リアルなんて考える暇がないんですよね。さらに留学してた友達のキラキラなインスタグラムに目を輝かせ、留学っていいな、キラキラだな、という根拠のないワクワクを胸に抱きながら、そのままオーストラリアに到着、そしてしっかり留学初日で死ぬかと思いました。いやマジでヤバかった。恐怖の留学初日については別動画でまとめたので概要欄に貼っておきます。皆さん僕みたいになりたくなければリアルをしっかり想像しよう。留学前にやらなきゃやばいこと第1位は謙虚な姿勢を持つです。これを聞いてへっと思った方、一旦聞きましょう。僕が思うに留学前の人間ってなんか無駄に生きがくないですか。まあその代表例が僕なんですけど、確かに留学を決断する勇気なんて計り知れないし、ましてや一人で日本を出て海外で生活するなんて相当すごいことです。ただそんな自分に泥酔して、俺留学行くけど何かみたいに無駄に生きてしまうと、後でマジで後悔します。その理由は2つあって、1つは単純に寒いっていうのと、2つ目は留学に来てから誰にも頼れなくなるってことです。僕の場合、留学前散々生きり散らしてたにもかかわらず、いざ留学に来たらもう言語は通じないわ、友達はできないわで、もうメンタル崩壊。そんなこんなで留学1ヶ月目はめちゃくちゃ辛かったんですが、日本で俺留学行くけど何かと生きり散らしてた手前、誰にも相談できなかったんですよね。その結果、僕は留学1ヶ月目をクソほど病んで、なんか部屋を出ようとするとお腹が急に痛くなるっていう謎の症状が出てました。そうならないためにも、留学前は自分の家族や周りの友達に謙虚な姿勢でしっかり、いつもありがとう、と感謝してから旅立ちましょう。ってことでまとめると、留学前にやらなきゃやばいことトップ3は、3、日本の勉強をする、2、リアルを想像する、1、謙虚な姿勢を持つ、ですね。特に留学に来てからは、親というものの偉大さを心の底から知ったので、やはり親への感謝は欠かせませんね。ということで、留学1ヶ月目が終わる頃、ふとお母さんに、いつも本当にありがとう、と感謝の電話をかけたら、気持ち悪いからやめてと言われました。